おとぎの姫アマリリス。居場所はわからない。なのに異名は伝わってる。まあ話を聞く相手は決まってるな。よ、あれ先生、授業やってくれるんですか。いやすまん、野暮用の続きだ。ああいたいた。え、先生、聞きたいことがあるんだ。好きだったよな、不思議な話。学園の七不思議なんだよ。この図書室におとぎの姫っていう。先生、僕のことなんて覚えて。担当した生徒のことくらい一人残らず覚えてるよ。ありがとうございます。でも僕が知ってるのって本当に噂話で、世界を騙す名付けの呪法とか、神おろしの金樹と呼ばれる伝説とか。先生の聞きたいことに答えられるかどうか。いや、いい。そんな君なら、未知を信じる君なら、と思ってな。おとぎの姫って知ってるか？え？それって、学園にまつわる噂話です。七不思議と呼ばれる有名なものの一つ。音楽室の楽器が夜になりだすとか、階段の数が定規で違うとか、そういうスケールの小さいものに混じって。この世のものじゃない、もう一つの図書室があるなんて、ロマンをかきたてられる響きから、僕らの中でも一番人気の噂です。ある手順を踏むと、いつも人でにぎわっている図書室が誰もいない静かな部屋になる。そこにはおとぎの姫がいて、出会えば帰ってこられない。信じるか信じないかはあなた次第。信じるよ。噂の常套句というか。というか、いきなり早口になってごめんなさい。僕本当に噂が好きで、つい。いいんだ、そんな君だから話を聞きに来たのさ。情報をありがとう。じゃ、先生。ああ、行っちゃった。本気で噂話を確かめるつもりなのかな。まあ先生なら何が起きても大丈夫か。図書室か、とんと縁のない場所だが。さて、
普通に入ると、うん、まあそうだよな。ああ、この本、この本探してたんだよね。ああ、あの本なんて名前だっけ。先生術の星見入門でしょ、この前話してた。おとぎの姫らしきやつはいるはずもないか。ある手順を踏むと、いつも人でにぎわっている図書室が誰もいない静かな部屋になる。そこにはおとぎの姫がいて、出会えば帰ってこられない。信じるか信じないかはあなた次第。普通には会えないってことだよな。なら魔力の流れを読んで原因を探すしかないか。ん？なんだこの本。おとぎの姫と竜の魔女、絵本か。他の本と違う、魔力で作られた精巧な偽物だ。力ずくで試してみるか。日は西に、月は東に、寺院の鐘が彼方へ響く。解いて答えよ、知りて伝えよ、一なる教えをこの身に刻む。誰もいない図書室か。こりゃ当たりかな。おーい、誰かいないか。怒った王様は竜の魔女に命令します。お姫様を連れ戻すようにと。今のは聞き間違いじゃないな。小さいけど聞こえた。こっちか。竜の魔女は空を飛び、騎士に追いつきました。騎士も戦いますが、竜の力にはかないません。近いな。何かの本を読んでいるのか。お姫様は無事竜の魔女の手に取り戻されました。するとどうでしょう、お姫様の体が元気になっていくではありませんか。そこか。そう、お姫様の弱い体は騎士がかけた呪いによるものだったのです。竜の魔女はお姫様の手を引いて彼女を城へと連れ戻しました。二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。じゃんじゃん。どうだったリリウム、久しぶりに声に出すとまた。あら、なんだこの子から漂う禍々しい魔力は。君は何者だ。あら、まあまあ、どうしよう、驚いちゃったな。これってそういうことだよね。あなたが
私の騎士様なのかな。何を言って。何。この子が怒ってるってことは、残念、違ったみたいだね。私はアマリリス。きっともう会うことはないけれど、お元気で。追い出された。何かの結界か、あるいは…どうだったリリウム、久しぶりに声に出すと、また…リリウム、生徒会長か。話を聞いてみる価値はありそうだな。ここか。邪魔するぞ。あら、お客様なんて珍しい。はじめましてですね。私は知ってるよ、生徒会長リリウム。もう一つの図書室について話を聞きに来た。まあ、なるほど。先ほど竜が反応したのはあなたでしたか。驚きました。あの結界は力で対抗できるものではないのですが。だから無理だったよ、弾き出された。あの竜は結界を、もう一つの図書室を守ってるんだな。いや、守ってるのは図書室じゃないか。その中にいるアマリリスをご存知なんですね。あなたはどちら様でしょうか。どうしてアマリリスを。ベルディリア、教師だ。教師、なるほど。ベルディリア先生、あなたはどこまでご存知ですか、あの子について。おとぎの姫って異名、もう一つの図書室にいるって噂、それぐらいだ。正直まだ半信半疑だが、実在するんだな、あの子は。ええ、あの子は私の幼馴染です。共に同じ孤児院で育ち、共にこの学園に入学しました。孤児院。あまり思い出したい記憶ではありませんが、私とアマリリスは同じ孤児院で育ち、そこで生きる術を学びました。私にもあの子にも魔法の才能があったんです。なるほど。学園長と対等の協定を交わした君、その君が目をかけるアマリリス、どう考えたって普通じゃない。何者なんだ君は。君たちは。あの子は姫なんです。魔法の小部屋で空を見上げる囚われの姫。
もう一つの図書室に貼られた結界、その中にアマリリスは閉じこもっています。これまで多くの人があの図書室に近づきましたが、中に入ることはできませんでした。アマリリスは入学してから一度も結界を出ていないんです。もう一人は出席日数ゼロの異端児、おとぎの姫と呼ばれる女子生徒、名前はアマリリス。つながったか。あの子も私もこの学園の他に居場所はありません。私はあの子を守るために生徒会長になりました。そして生徒が自由に動ける生徒派を作り、学園長と協定を結んだ。生徒派と教師派、相互不干渉の協定を。ええ、その通り。授業に出ないアマリリスを守る、そのための不干渉か。そんな方針じゃ他の生徒派、ライルなんかと折り合いをつけるのは難しいんじゃないか。ライル？すみません、どちら様ですか？生徒派の中心人物を認知してないのか？生徒派という呼び方もあまり適切ではないのでしょうね。私はただあの子を守りたいだけなのです。そのためなら先生と対立するくらいなんてことありません。それならどうして私に期待するようなことを言う。私も教師だ。教師派だと考えるのが普通だろう。あなたは私に会いに来た、そうでしょ？結界も竜も引き返す理由には十分なはずです。それでもアマリリスに会いに行こうとした。私はずっと待っていたんです、そういう人を。あの子を救い出せる人を。何かあの結界を破る手がかりはあるのか？私たちは似ていますから、あの子の考えることはわかります。二人とも小さい頃から本が好きで、同じ絵本を読みふけりました。結界の礎にもなっている絵本、おとぎの姫と竜の魔女です。おとぎの姫と竜の魔女、絵本か。他の本と違う、魔力で作られた精巧な偽物だ。あの本か。絵本の中には魔法の小部屋に閉じこもるお姫様と、お姫様を連れ出す騎士様が出てきます。アマリリスを連れ出すヒントになるはずです。お持ちください。ああ、どうも。先生、どうかアマリリスをよろしくお願いします。あの子を助け出してください。あなたこそが騎士様です。善処するよ。さて、絵本なんて読むのいつ以来かな。
昔々、あるところに、とても体の弱い、かわいそうなお姫様がいました。体の弱いお姫様は、部屋から出たことがありません。いつも窓から空を見上げて、寂しそうにつぶやきます。私もいつか、いろんなところに行ってみたいな。王様はお姫様のために竜の魔女に頼みました。お姫様が寂しくないように魔法の小部屋を作ってほしいと。竜の魔女は頼みを聞いて魔法の小部屋を作ります。小部屋はお姫様の大好きな本で埋め尽くされ、遊び相手の竜もいました。ある日、王様がお姫様に会いに行くとき、魔法の小部屋に入る合言葉を騎士の一人に聞かれてしまいます。昼の月、夜の太陽。合言葉を知った騎士は魔法の小部屋に忍び込み、お姫様に向けてこう言いました。この部屋は君には狭すぎる。私と一緒に外に出よう。そう言うと、お姫様の手を取って外に連れ出してしまいました。怒った王様は竜の魔女に命令します。お姫様を連れ戻すようにと。竜の魔女は空を飛び、騎士に追いつきました。騎士も戦いますが、竜の力にはかないません。お姫様は無事、竜の魔女の手に取り戻されました。するとどうでしょう、お姫様の体が元気になっていくではありませんか。そう、お姫様の弱い体は騎士がかけた呪いによるものだったのです。竜の魔女はお姫様の手を引いて彼女を城へと連れ戻しました。二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。これで終わりか。これじゃまるで絵本の中には魔法の小部屋に閉じこもるお姫様と、お姫様を連れ出す騎士様が出てきます。あの生徒会長は信用ならんが、試してみる価値くらいはあるか。昼の月、夜の太陽。覚えておかないとな。うん、にぎわってるな。確かこの辺にあった。昼の月、夜の太陽。これで本の通りなら、よう、この前と違って襲ってこない。とりあえずあの絵本が役に立ったな。アマリリスを探そう。よ、アマリリス。あ、すごい、また会えちゃった。
うん、いやいね。何してんだ。嬉しくてまた夢かと思ったからほっぺたをつねって確かめていたの。はじめましてじゃないよね、キッス様。ああ、あの時は一瞬だったけど覚えてるのか。もちろん突然だったからびっくりしちゃったけれど、私はアマリリス。あなたのお名前は？ベルディリア、教師だ。うん、これでもうお友達だね。ねえねえ、キッス様、お話ししましょう。ずっとずっと話そうと思って待っていたんだ。アマリリスは入学してから一度も結界を出ていないんです。ああ、私もそのために来たんだ。嬉しいな。何からお話ししようか。昼と夜の隙間のお話、流れる雲の行方のお話、それとも。おい、大丈夫か？大丈夫。ごめんね、昔からずっと体が弱くて。リリウム以外の人と話すのなんて久しぶりで、はしゃいじゃった。君が謝ることじゃない。昔々あるところに、とても体の弱いかわいそうなお姫様がいました。なるほどな。でもいいんだ。リリウムの言っていた通り、騎士様が迎えに来てくれたから。絵本と少し見た目は違うけれど素敵だわ、とっても。アマリリス、私は君に授業を受けさせるために来た。授業？読んだことあるよ。先生がお話ししてくれるんだよね。楽しみだな。図書室の本は全部読んじゃったから。いいのか、そんな簡単に決めて。君は学園に来てから一度もここを出ていないと聞いているが。うん、いいの。だって私はお姫様で、リリウムの言う通り騎士様が来てくれたんだもの。それに何より、とっても楽しそう。楽しいかどうかはわからないけど、いいんだな、参加で。うん、聞いてみたいな、騎士様の授業。そうか、よかった。なら、ついてきてくれ。今から私の教室に行こう。うん、よろしくね、騎士様。あ、こちらこそ。
なんだ今の魔力は。そう、騎士様でもダメなんだね。それなら一緒にはいけないや。私はお姫様だから、いるだけで私以外のあらゆる人に迷惑をかけてしまうから。何を。なんだ体が熱い。ああごめんなさい、やっぱりダメだね。私はここにいないと。外に出て騎士様、それで楽になるはずだから。君は一体。私はね、アマリリス、呪われたお姫様だよ。だからごめんね騎士様。おい大丈夫かよあんた。すごい顔色ですよ。保健室の先生呼びましょうか。大丈夫だ、ありがとう。参ったな、会うまでが大変だと踏んでいたんだが。まだ情報が足りていない。それに違和感の通りだ。リリウムの言っていた通り、騎士様が迎えに来てくれたから。あの信用ならない生徒会長についても調べる必要がありそうだ。よう、生徒会長。騎士様、こんにちは。アマリリスとは会えたみたいですね。よかったです。よくはないな。結果的には追い返された。あの子は呪われていると自称していた。幼なじみである君が知らないはずはないよな。ええ、その通り。知っていましたよ。なぜ言わなかった。言えば信じてもらえましたか。私を疑っている騎士様。ここに来る前に君について調べさせてもらった。生徒会長ってのは有名だな。誰もが噂を持ってる。君の魔法は創造魔法と呼ばれているな。どんな魔法なんだ。私の魔法は創造にして創造、あらゆるものを作り出す魔法です。例えば火を吹く竜を、例えば隠された結界を、好きなものを好きなだけ、例えば大切なアマリリスを結界の中に隠しておくことだってできるんです。隠す気もないと、そういうことか。やっぱりご存知でしたか。私は竜の魔女ですから。
疑う理由は無数にあった。その上でアマリリスと話して確信したよ。あの子には好奇心がある。まだ性格の全てはわからないが、自ら閉じこもるような子じゃないだろう。さすがですね。よくお分かりです。その上でわからないことがある。君の狙いは何だ？狙い？とぼけるな。君の行動は矛盾している。アマリリスを結界に閉じ込めながら、私に結界を解く手がかりを教えた。何を考えている？何が狙いだ？ああ、素敵。騎士様はいろいろなことを考えていらっしゃるのですね。とても正しい考えです。そして正しさとは読みやすさ。ずっとずっと待っていたんです、あなたのようなお人を。ハッピーエンドを目指しているんです、私たち。アマリリスは囚われのお姫様、私は竜の魔女。あなたはあの子を救い出すとっても素敵な騎士様です。騎士様はあの学園長でもよかったけれど、あの人はアマリリスに興味がありませんでした。それではいけません。お姫様は助けられなければいけないの。それが私たちの知る幸せの形だから。好きじゃないな、そういうの。そう怖い顔をなさらないで。協力できますよ、私たち。あなたはあの子を図書室から出したいのでしょう。そのためにあの子の呪いについてお話ししますから。アマリリスの呪い、あの子の魔法は感覚を共有するものです。あの子の苦痛、あの子の症状、そのすべてが近づいた者に共有されます。先生も身に覚えがあるのでは？何を？なんだ、体が熱い。ああ、ごめんなさい。なるほどな。お役に立てましたか、騎士様。騎士様、ね。ご不満ですか？ですが、騎士様は騎士様です。あの子を救うのなら、あなたは騎士様でなければ。そうかい、好きにしろ。ご武運をお祈りしていますよ。心から呪われた姫アマリリスを騎士様であるあなたが助ける。それこそハッピーエンドの入り口です。私たちのめでたしめでたしまでどうかお付き合いください。参ったな、想像より厄介だ。アマリリスを理解するにはリリウムも理解する必要があるんだが。私の魔法は想像にして想像、あらゆるものを作り出す魔法です。少なくともあの魔法は噂されるほど万能じゃないな。
少し見た目は違うけれど素敵だわ、とっても。本当に何でも想像できるというなら、リリウムは騎士様ってやつを作り出せばいい。そうしないってことは何かの制約があるんだろうが、魔法については推測の域を出ないな。あとは自分で試すしかないか。情報は揃ってきてる。推理する時間が必要だ。アマリリスの性格と、ああごめんなさい、やっぱりダメだね。私はここにいないと。アマリリスの能力、アマリリスの呪い。あの子の魔法は感覚を共有するものです。あとはアマリリスの信じるものを知らないとな。情報を整理し終えたらもう一度会いに行こう。